戦闘。戦闘。戦闘。A、トレパネションあるいは、戦闘術は、頭皮を切開して、頭蓋骨に穴を開ける、民間療法の一種とされる。戦闘は、古来から神秘主義に基づいて行われ、その場合には、開けた穴を塞ぐ処置を行わずに頭皮を縫合する。現代では、医療的に治療のために行われる処置も戦闘と呼んでいる。 古代ギリシアで近代医療の基礎を築いたヒポクラテスも自身の著書中で触れたとされるこの行為だが中世から近代のヨーロッパにおいては頭痛や精神病の治療と称してこれが行われたただ当時は明確な根拠があったわけではなく頭骨内にある良くない霊的なものを外部に出すための穴とされた模様で当時ののみと土で穴を開ける様子などの絵が 残されているバート・フーゲスは1960年代から1970年代にかけて意識の覚醒を得るためにこの戦闘を世間に訴えた。1970年代にはアマンダ・フィールディングが事故に史実する映像作品を残した。戦闘術を施す意思を発見することができなかったためであり、自己戦闘術は推奨せず、 医療専門家によって行われるべきだと映像作品の中で述べている。その後、しばらく関心を失った。1990年代にはインターネット上で言及され、90年代後半にはピーター・ハルボーソンという実践者が中心となり、イタグ、アイタックが組織され、手術が可能な病院を国際的に探した。そうした中で、 監督による1998年の映画、アホール・イン・ザ・ヘッドは、再び、戦闘術の流行を巻き起こした。山本秀夫の漫画、ホムンクルスでは、トレパネーションの呼び名で登場して、長期連載され、映画は、最重要の資料となっているとされる。なお、日本や欧米の多くの国では、頭蓋骨骨折や脳外科手術といった他の明確な治療によらない、 危険なこれら手術は違法とされているが、一部にトレパネーションに効果ありとするピーター・ハボーソンによる国際トレパネーション衝動会などの主張があるため、これを受け負う医者もあるとされ、現代社会にも一定数の秘術者が存在する。アマンダ・フィールディングによれば、血流量に関して大麻や幻覚剤、またヨガの呼吸法によって起こることを、戦闘では、 永続的に生じさせることができる。アマンダが設立したベックリー財団の研究では脳の血流量の変化が観察されたが、被験者15人という少数では科学的な主張を行うには不十分であるとアマンダは述べている。生理学的な仮説を科学的に述べられない古来の文明では卑怯的な説明が存在し、また戦闘は用いられてきた。 秘術者らによると脳の圧力を下げ気分を高揚させるや意識がより明瞭になるうつ病が軽減された等とする報告がある。しかし脳外科医などの専門医からは否定的ないくつかの見解が出されている。その見解には以下のようなものがある。なお効果に関しても他人との違いを明確に意識できるなどといった 他の肉体改造を行った結果による高揚感と同種のものであると考えられている。インカ文明の集団墳墓では、しばしば頭骨に大きな穴の開いたものが発見されるため、古代インカ帝国では、神秘主義的な頭部潜航が流行していたとするものもある。中には、穴の開いている箇所が同じであるとして、精神外科、ロボトミーの史実による大パーツだと主張するものすらいる。 しかし実際には当時の鉄の存在を知らなかった南アメリカでの戦争の様式が石を投げ合い、梱包で撃ち合うというもので、特に梱包に至っては石を加工して作った打撃ハンマー。中央に穴の開いた正常の石が先端にはめ込まれているで、頭に当たれば頭蓋骨骨折を起こすものだった。このため兵士や戦闘に巻き込まれた民衆たちは、 タイズズ骨骨折等の負傷を受ける危険にさらされ、これによって、頭骨骨折の治療技術が発達したと現代の考古学では考えられている。頭骨が骨折するほどに強い打撃を受けた場合、骨の下の硬膜下にある蜘蛛膜の血管が切れて、血腫と呼ばれる血の塊ができる。これは、急性硬膜下血腫と呼ばれ、早急に頭骨に先行して固まる前の血を、 排出させないと脳を圧迫して意識を失い最終的には死に至る。また早期治療が行われないと予後が非常に悪いこともあるため現代医療でもしばしば行われる治療であり疑似科学や神秘主義的な頭部専攻とは全く別の現代医学と同様の理由に基づくものである。無論、頭部専攻が治療法としては適切ではない症病に 頭部選考が行われたこともあるだろうが、当時の医学的水準の問題である。インカでは薬物であるコカインの原料として知られるコカが栽培されており、その葉は滋養競争や傷の麻酔に利用されていた。これを使って古代インカの脳外科医らは苦痛に患者が暴れる心配なく、患者の頭部を切開、脳を傷つける恐れのある頭骨の破片を取り除いて保護することができた。 また、インカ帝国は、押し並べて、高山地帯の寒冷地に都市が集中していたこともあり、周辺の雑菌も、比較的、少なかったために、感染症を起こす率も低かったという。これら頭蓋骨骨折治療を受けた患者は、その頭蓋骨の分析から、平均して、数年から十数年程度は生きながら得えていたという、説もあり、当時の平均寿命が30から40歳だったことを、 考えても、まずまず展示を、全うしたと言えよう。このような理由により、全室の、オーパーツだとする主張は成り立たない。兵士同士の戦闘行為の最中における負傷なら、顔の前面から、前頭部分に負傷が集中しやすい。これがたまたま現代のロボトミー手術と同じ箇所に、穴があるからといって、同じ箇所から器具を挿入して、脳に何等かの処置を行ったとは限らない。 別の箇所に対しても、同じように施術した痕跡も見つかっている。なお当時の手術用具には、頭皮を切開したり頭骨を先行内し、切削するための器具は残るものの、脳に対して何等かの処置を施すための器具は、発見されていないことも、考古学が、ロボトミー説に対して否定的な理由として挙げられる。なお、インカ文明とは別となるプレインカやメソアメリカ、 中南米の民族文化としては図外変形も見られるが、これはやや別の話である。フィクション作品では、しばしば超能力など神秘的な力を獲得する手段として登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。